死度寺は、香川県佐抜市死度にある新言州全通寺派の寺院。四国八十八箇所令状の第八十六番札所。三号は札楽山、陰号は正常公院。本尊は十一面観音菩薩。本尊新言、音魔かキャロにキャッソワか声か、いざさらば今宵はここに、死度の寺院乗りの声を耳に触れつつのお教員、当時本尊、閻魔大王。 藤原富人に関わる伝説は、幼極、海人で知られる、天の玉取伝説が伝えられており、境内には、天の墓が、五輪塔群として現存する。また、浄瑠璃の、花植えの誉れの石碑などの舞台にもなっている。また、江戸時代、当地の出身の平賀県内を長崎に留学させる、ため、当時の住職が尽力したという。本堂の背後で境内の北は、 指導湾で、瀬戸内海が広がり、一つ前の札所である、薬理寺のある古建山と八島が望める。本寺の縁起によると、指導裏にたどり着いた檜のの霊木を、ボンその子にが草案へ持ち帰り安置し、その霊木から本尊、十一面観音を造立し、小さな銅を建て祀ったという、六百二十六年のことで創建とされている。六百八十一年、 藤原不人が道宇を増築し、指導道場と名付けたという。また、693年には、不人の子、藤原夫佐さが行基と共に道宇を混流し、寺名を指導寺に改めたと伝えられている。この海辺は、極楽浄土へ続いているとの信仰を伝えると、両人秘書に書かれているという。その後、巡釈に来た大師が、の修理に当たったのは、 公認年間である。室町時代には、四国関連の細川氏が代々寄進を行うことで、繁栄し、室町後期になると、敷地内及び近隣に、多くの僧坊や死因末寺を達中として抱えた。後の戦乱により寺院は荒廃するも、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけて、藤原始末への伊古町かまによる支援などを得る、こととなり、慶長の頃には改めて、 ケゴン坊、上落坊、西林坊、上林坊、林蔵坊、空園坊などの僧房を復興させるに至る。1671年、高松藩主、松平より主の寄進など、高松藩主松平氏により再興。これに伴い復興させた僧房も様々な要因により改めて再編され複数の達中寺院として独立するに至る。1962年に、 重森美礼による枯れ山水、武そ目庭が作られている。ここでは、参拝順路の順番に表示する。二王門をくぐり、左側の二つ目の通路を行き長寿うと首労道の間を進むと五十頭の前に出る。その先にある脱絵バードを参拝後、右前に進むと本堂があり、その右に大使堂がある。大使堂を背に左に三尊仏があり、進むと、 円魔道がある。さらに進むと三者の祠を過ぎ薬師堂がある。右に曲がり、左のピンク色の納骨堂を越えて、左側の宝物館と書院の間を入っていくと、右側に垣根に囲まれたブソメ庭があり、前方に極水式庭園が広がる。ブソメ庭の垣根に沿って、右に進んだ先に、お辻の井戸が前方にある。薬師堂前の参道に戻り、 農協所は書院を過ぎて、左手の白壁の蔵との間の承継を、入っていくとある。北西の駐車場方向シド寺、関門上述したシド寺の僧帽を起源に持ち、後に達中として独立した寺院が三つある。シド寺西側の隣接敷地内にあることから、講義におけるシド寺として、これらを含む場合がある。シド寺の斉藤駒。ありがとうございます。